中尾藩 YouTube 劇場ラジオヤマキン全力投球。さあ、オープニングが鳴っております。さあ、始まりました。山本義孝です。パタパタママ木下です。場外ダッシュでございます。さあ、このラジオは15分間の中にいただいたテーマを元に15分トークするということでございまして、はい、いろんな方からテーマをいただきますと、うん、はい、さあ、このオープニングどうでしょう、はい、聞こえましたか。薄くなってます。そんな中、今日は、はい、マネージャーさん、まだ中尾藩のマネージャーさんまだまだいます。はい、はい、その中から今日は、中田さんですかね。中田さんというマネージャー、中田さん誰が担当しますかね。中田さんは、中田さんはいろいろ持ってらっしゃいます。通なっか、あ、通なっか、よく聞きますから。あ、中田さん、中田さんでも一番接しやすい、あ、マネージャーさん、あ、まあ、ですか。タバコ吸うからかな、喫煙所にいつもいる。あ、そこで会うから、行ったら、はい、いつもいるから喋っちゃうっていう、はい、そんな、中田さんから今日テーマをいただきました。さあ、はい、テーマは何でしょうか。預かってきております。テーマが、朝寒、まあ、今寒くなってきたので、はい、朝どうしても布団から出にくい、はい、二度寝をしてしまう、それをやめたいという。だからこいつらアホやろ、マジで。マジ、中田藩、中尾藩のマネージャー、女性マネージャーのテーマおかしいっすよ、ね、全部相談や。あの、ね、何この朝のラジオみたいな。おじいちゃんがやってる朝のラジオちゃうんやからさ。最近寒くなってきましたねみたいな、もう朝の8時までに終わるラジオやん、これ、うん、すごいですね。トークテーマであんまね、ないね、悩み事はね、うん、いや、なんか顔気にしたもんね、ずっと、ね、これどうしたらいいですかってことですか、ね、二度寝しんように寒いから、バカか、起きろよって言うだけしかないでけどな。いや、ほんとそうですね。いや、僕なんかもう朝早いんですよ、バイトで。あ、なるほど。もう4時半起きですから。え、それは早い。さ、めっちゃ、だからほんとそう、寒い。週何回？週5回。週5回、4時半。4時半。で、年齢おいくつでしたっけ。え、51歳です。ほら、このもう今日はもう舞ちゃんでやわ。そうですね、舞ちゃんのもう方法でもうズバッと解決よ。これ解決じゃないからな、別に。解決しちゃったらもう、いやいや、いいですね、いいです、あれですから。今日まで師匠は二度寝しないですか。僕はもうしないんです、これは。パチッと起きる。パチッ。ほう、はい。どうやって起きています。これはもう、あの、わかるの、体が自然と起きるようになってきました。あ、もう慣れてきてね。年取ってきたせいか。もう9時には寝てますから。それやんけ。早寝やんけ。早寝やんけ。だって9時になったらもう眠くなっちゃうんですもん。だから体がそのリズムになってるってことだろ。だから、それは、いや、ほな、9時に寝た時はもう4時半に起きれる体やけど、うん、例えば、なんかこう、イレギュラーなことで、あの、仕事とか、はい、吉本の仕事とかいろんなことで、なんか寝るのが12時になったとしたら、4時間半しか寝れへん。はいはい、そんな時はなんかあんの？え、その時にまたそれで起きちゃうと、体が。あ、そう。もうね、体がその時間に起きるタイマーになっちゃった。なるほど。何時に寝ても、もう朝の4時半に起きる。起きるんです。その体を作った。作った。で、そうすると今度昼の10時ぐらいに眠くなってきちゃうんですよ。昼の10時昼の10時ぐらいにバイトしてても、あれ、なんか今日すんげえ眠いなとか、あ、昨日遅くまでやってたからだってなって、それで眠くなっちゃう。なるほど。もうこれこそが朝のラジオや言ってんのよ。俺、これをやめたいのよ。え、でもこういうのも大事じゃないですか。ね、知らんで、いくつの人が聞いてくれてるのか、もう、な、知れてるよ、再生回数も知れてるけど、はい、まあまあ、何歳、いろんな人が聞いてくれてたらええけど、うん、まあ、ドンピシャの世代かもしれん、うん、40代、50代しか聞いてへんかもしれんし、そうですね、体を慣れさすっていうことや、だから、そう、でもね、吉本の社員さんとか、不規則やと思うの、起きる時間が、うん。それね、僕もそうなんですよ、うん、あ、清掃会社にね、勤めてまして、うん、毎日現場が違うから、はい、起きる時間がマジで全く一定しない、うん、はい、大変、毎晩目覚まし変えなきゃいけないし、うん、めんどくさい、それちょっと難しいんですよね、うんうん、本当、だからちょっと体を作ると言っても、そう、体作れないんですよ。大変ですね、それそれちょっとなんとかしてほしい、僕も。ああ、そう、どうしたらいい。でも朝早くまで気合って言っちゃったらね、吉本の社員って大体何時ぐらいに、平均的には平日会社に何時に来るんですかっていうのは、まあ、基本的に10時半ぐらいに。遅っ。出社がなんですけど、はい、夜から収録とかもあるし。ああ、なるほど、なるほど。それはもうそれでは自分で見て、あ、今日遅く行って、あ、なるほど。それでバランス取ってもいいんすね。そうそうそう。じゃあ、寝るなよ、そんな。何時間寝てんねん、それ。夜遅くに、まあ、なるほど。仕事してる。なるほど、なるほど。例
例えば吉本の社員さんはその自分のマネージャー自分で出社時刻はちゃんと伝えなきゃいけないんですか最初に。あ、そうです、全部あの1週間のスケジュールを全部1日に出さなきゃいけなくて、何時から何時とか、あと場所でどんなことしてるのかも全部報告。うわー、大変だそれ。サボったりはできないんですね。もちろんです。いや、なんかできそうじゃないですか、管理職とか。なんか昔の吉本の社員といえば、そう、捕まらへん、電話出へん、何してるか分からへんみたいな時代があったから。もういました。もうずっとサウナおる人とか、うん、そうか。いやー、さ、あれはタバコは、タバコやめる、なん、どうな、どういう意味があるんですか。タバコやめると朝すっきり起きれるとか言うじゃないですか。ああ、そうなんですか。へえ。でも僕もやめてもう10年ぐらい経ちますけど。え、やめたんですか。はい。いや、僕だから吸ってるとこ見たことないですもん。俺吸ってんだと思ってました。だからといってすっきり起きてるかどうかもう慣れすぎてわからない。でもね、寝坊っていうのがあんまないな。え、山本さんはじゃあ朝とか結構すっきり起きれる派なんですか。で、僕ももう大体目覚ましかけんでも8時までには絶対起きてる。基本もうあのおじいさんですよこんなこと言ってあれなんですけど、みんな早起きなんですね。もうおじいさんになっちゃって、そう。だからな、え、中田さんって年齢をいくつぐらいの方なんですか。まああの大人な、俺らぐらいですか。僕らちょっと上じゃないですか。僕らより上起きるでしょ。もう違う、中田さん上下。失礼なこと言う僕も知らなかったですけど。失礼なこと言うな。年齢は知らなかったですけど。下ね、下アラフォーや。アラフォーぐらいですかね。僕先輩と思って喋ってました、ね、誰が先輩や。怒られんで。そうなんです。連続やな。何が。この間の風俗から女性に対して裏切り行為が続いてるぞ。奥さんといい、マネージャーといい。ちょっと気にせず、またおかしくなってきた様子が。何ですか。そういうのやめてくださいよ毎回。いや、1本目に言うの、あの最後の本だけ言うとか、ね、あ、なるほど、ね、影響しちゃうから。なるほど、ね、やっぱりこれの告知してへんかったもんな、木下君だけ。あ、いや、あんま聞いてほしくないんですよ。いや、正直ちょっとダメでしょ。それ違う違う、その告知しない。身内には聞かれたくないから。身内に。いや、でも中田さんは寒いから起きれないですよね。うん、聞いてくださいね。夏場とか起きてんのか。そうですよ、暑くて。うん、冬場、冬場な。そうやけど寒いって、そんな寒いっすか。いや、女の人は寒いかもしれない。やっぱ僕も昔実家がやっぱ貧乏だったんですよ、隙間があった人が、ね、そう、木造やったから、うん、めちゃくちゃ寒かったけど今鉄筋に住んでるんですよね、うん、今密着で分かるよ、若手の時より家住んだら、そうでしょ、あの風が入ってこうへんから、 そこまで寒ない。俺 T シャツとパンツ一丁で寝てんで。え、今、うん、すごいっすね。すげえ。暖房はつけてない。え、はぁ、基本そう。もうちょっと冬にもうちょっと寒くなったら着るけど。え、布団は1枚ですか。あのね、なんか毛布みたいなでっかいやつ1枚、くるまってるだけ。羽毛とかじゃなくて。うん、羽毛とかじゃなくて、なんかあの、なんていうの、あったかい毛布みたいな、なんか、電気の。いや、電気じゃない。電気で、俺は異常やねん、その暑がり、暑がりやから。いや、すごいですね。俺なんかあれですよ、布団とあと毛布で調べて、毛布を下に今までしたんですよ、順番ね。そう、うん、布団をやって毛布やると暖かいって。それやってない、分かるよ、分かる。それ寝る、そうそう、上に毛布かけて掛け布団かけてたけど、 それが逆やっていう説が。 それはどうですか。でもそれもあるかもしんない。俺小学校ぐらいの時習いましたよ。あ、そう、え、親から。本当ですか。いや、うん、俺もでも知った最近。本当ですか、うん、あのね、毛布の方が肌触りが暖かいからいいんですよ。で、俺最初布団でってやった時に冷たっと思って、え、これと思ったけどね。いやいや、寝てるうちに、あ、本当だ、ふわふわすると思って。情報が古いっすよ。みんな知ってますよ。本当ですか。じゃあもうやってるかもしれない。やってるかもしれないですよ。だから起きられないってこと。じゃあ毛布一個取る、逆に。うん、もう寒くする、寒くする。でも起きんやって、起きて寒いから二度寝や。うん、だから寒かったらあかんに、あったかくないと。なるほど。まあ、うん、難しいな。難しい。もうあとはあれだ、音楽ガンガンだな。いや、だから寒さやから。あ、寒さか。ね、頭起きてるんですよ、うん、もう寒いから布団から出たくないだけなんですよ。だから布団から出なあかんようにするってことや。だからもう部屋あったかくするんですよね、うん、いや、だから、まあ、確かにね、あの熱湯がかかるようにするとか。
あのもう毎朝時間になったら、いやもうびちょびちょじゃん毎朝。いやでも起きなもしゃあないやん、それでも、ね、それでも二度寝する、熱っってなってさ、いややだ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 、こしょうは目にこしょうかけたり、目にこしょう、あれ TikTok 見て俺起きた目にこしょう、山本さんにやるときパッと起きた、はぁって昔ね、うん、痛い痛い痛いってなるから目にこしょうもいいかもしれない。朝起きて僕一番にすることってやっぱタバコ吸うことなんですよ、はい、喫煙者だから、はい、中田さんも喫煙者ですから、はい、もう枕元でもう吸うぐらいの、うん、枕元に置いとかないっていうのはどうですか。あ、起きた、なるほど、タバコを吸うのが遠くに、そうだから、いい、それがいい、近所のコンビニのなんか茂みかなんかにタバコ隠しといてそこまで行かな吸えへんとかめちゃくちゃ探しますから喫煙者がどこ行ったやつって、絶対に近場で吸えたら、そっか、それ寝ちゃうから、そのままとか、その寝たまま、寝タバコも危ないし、危ない、もうタバコを家に持ち込まない、うん、まず、うん、でどっかに隠しちゃう、そこまでがもう玄関開けた、まあね、外にね、外で吸うってことですか、外に置いとけば、もうでもそれはいいかもしれない、起きちゃうわ、うん、ポストとか、うんうん、でも今度そしたら逆にタバコやめてそのまま寝てる可能性もあるんじゃないですか。でもタバコやめれるで、それそうだ、タバコやめれるってこと、布団から出れませんよそれ。でも一個プラスはあのじゃん、うん、タバコやめる、タバコやめれた方がいいもんね値段がだってすごい上がってる、吸う場所もなくなってきてる。ああなるほど。僕はそのまま、寒い季節なんてあと2ヶ月で終わるから、うん、それより長い目で中田さんのことを考えるとタバコをやめてもらった方が体にはいいかもしれない、うん、まあ、体にはいいですよね、うん、でもそれ中田さん求めてないでしょだから起きるにはや、うん、遠くに行くタバコ。でもそれはいいかもしれないですね、起きなきゃいけないんですよ絶対に。ちょっと変わった人ですからね中田さん。ああそうですか。猫飼っててね、一人暮らしですよ中田さん。すげえ、沖縄映画祭とか京都映画祭もあるじゃないですか、はい、でも10日間ぐらい出張、はいはいはい、ってなった場合普通猫飼う人は預けたりとか、はいはい、知り合いとかね、はい、うん、中田さんはあの山盛りの餌だけ置いていきますから怒ってくるんで猫好きが怒ってくるようなエピソード。山盛りの餌を置いて10日間で、10日間で、まあ、まあそれで毎回やってんやもんな。そうなんですよ。じゃあその猫を使ってもなんかできないんですかね、猫がいるんだったら。あ、ちょっと最近あのもうなくなった、なくなりました。あ、それちょっとなんか悲しくなってそれで寂しくて、そうやわ、あ、寂しくてそれ出れないのか。前までは猫がいてあったかかったりしたんかも。そうかもしれない、うん、めちゃくちゃ長く生きた猫がいて、はい、最近亡くなったんですよ。うわ、じゃあちょっとペット系もあるんじゃないですか。じゃあ今度猫飼ってみたらどうですか、また新たに。そろそろね、うん、違う犬とかね、ワンちゃんとか。あ、ワンちゃん、うん、うん、犬も入ってきよるから、あの布団の中に。布団、うん、冬場あったかいですよ。 あったかくてそれ抱きながら起きれるんじゃないですか。そうですね、ほんでタバコのとこまで行って、でそこで犬猫を離して換気扇の下でタバコ吸う。いや、猫も犬も絶対朝起こしに来るんですよ。あ、朝ごはん食べたいから。なるほど、だからそれで起きててた今まで。いやでもね、犬はやめたらいいかもしれない。タバコ持ってきたかもしれない、そのままパタパタパタ。あと賢いからね、犬が。おい、タバコ持ってこいって言ったら、カチ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 持ってきて、ここにそれを教えへんかったらええやん。あ、そうかそうか。教えかてるやん。でも教えるかもしれない、出るのめんどくさいから、タバコ取ってきてあそこにあるからって。いや、そんなことないと思う。あ、そんな、犬にタバコ持ってこさすっていう芸見たことないわライターべしゃべしゃになるし。ああ、そっか。そうか。ペットとかもいいかもしれないですね。でももう嫌やと思ってはるかもしれんけど、それはちょっと僕ら今の状況じゃ分からへんから、うん、ペットを買うてあったかくなる。うん。すごいこれ、難しいの、でもな。いや、だから、もっと俺が思ってるお題ってお金とか、季節で言うとか、クリスマスとか。そうですね、なんかお正月とか本当です、ね、冬休みとかことを思ってんのよ、はい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 、あの分からんねよあのこんなお題で喋らされると思ってへんし、これまだ始まってすぐやん、もうこんな困んやったらもうやめたいもんこんな感じとか多いですもんね、相談がね、うん、本当にまだクリスマスですから ね、まだ前あれマシやって、あの吉本入ってきつかった仕事とかさ、なんかね、そうで喋りやすい、喋りやすい、そういうのも考えてほしい。だからあの起きんでもええからそういうこと考えてほしいその布団の中でね、ああ中田さん、あの、ね、二度寝する前に考えてほしい、うん、あのお題を、うん、そうですね、うん、こっちが答えやすいお題を考えるっていうことを考えてほしいわ。あ、それがいい。頭使うっていうことや、うん、起きてすぐ、はい、
だからこうすぐお題一個考えるみたいな。おほら、ああいいじゃない、あっという間ですね。いやこれ正直言おうか、うん、全然あっという間じゃなかった。僕も何回も時計見ましたね。まだ半分かって思った時からここまでめちゃくちゃ遠かった。マラソン大会よりしんどかった正直。そんなにしんどかったですか。まあでもまとめると何ですか、はい、ペットを飼って、はい、その起こしてもらうとか、はい、あったかくペットと過ごすとかで、タバコを遠くに置くとかで、もうちょっと芸人のために真剣にお題を考えるってことやな。電話で急に聞いたからね今日は、まあね、申し訳なかったっていうのもあるけど、まあ、確かに確かに。だからこれ鍛えられるね、ね、こうやってアップアップする回もあっていいんじゃないかということでございまして、はい、以上でございます、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうします。無理ですね、難しいですね。ボツします。聞いててどうですか。吉野の裏側も聞けて、なるほどなるほどなるほど、面白い。まあそうですね、まあ、いいんですけど、別にこんなんがあるからこう振り幅やとは思うんですけど、ね、やっぱり来たなと思ったな相談系。あ、俺も予想もしてなかった。そうなるんですね。あのね、トークテーマってそういうことじゃない。じゃないと思うんですよ。これから中尾班で共有してください。トークテーマみたいなのも来てますので。あ、大丈夫ですか、はいはい、あのサイコロに6面に何書くかですよ。あんなもん書かれて、なんていうの、あれで ね、宝田明喋らないと思いますよ、ごきげんようで。風間森を喋りませんよ。そうですね、ごきげんようを思い出してほしい。ごきげんようをイメージして、ああそうですね、二度寝するからどうしたらいいですかって書いてない。あれ小坂井さんが読んで、何ばなっておばちゃんたちが言うの。ああそうですね、言うわけないんだから、ね、うん、そうですね。ちょっと難しかった。サイコロトークみたいなことで思ってほしいよね、うん、でちょっとエッジ聞かすとかはいいと思うの。はいはい、冬の朝花とかぐらいやったらいい。あ、そうですね、そうですね、そういう感じですよね。あんな狭められてさ、シングルベッドにキッチキチ3人寝かされてさ、無理よ俺ら。スイートとまでは言わないがじゃないですか。もうちょっと広めの部屋で喋らせて。やっとクリスマスっぽくなりましたね。本当だ、こっちだけでやってるだけで、あ、厳しかったな。参ったな。ちょっと本当に何の手応えもない15分でしたね。ねえ、またタバコ吸ってるとかいらん情報。いや本当俺も中田さんに悪いなと思いながらもね、猫の話もしたくなかったですよ、でももうないからね、ないからないから、ね、年齢も勝手に間違い、うん、そうですね。そう、やっぱりもうこのご時世年とかはまあまあそんなにいらんほうがいいから、特に女性はね。でもこうなんかヒントとしてね、こっち側も人となりを、ね、まあまあ分かんないからね、聞いてる人はね。そうなんですよ、その人のねあれが分かんない。まあ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 、元担当でしょ。あ、元、そうです。でも短かったですけどね。はい、そんなとこで、はい、じゃあ次行きますか。そうですね、はい、まだ今日収録の1本目が終わっただけだから、ちょっとこれがアイドリングだったかもしれないし、そうですね、あ、なるほどなるほど、ここ4本取って3本選ぶ、うん、それでもいいかもしれないし。でもまあそうしたらまたあれか、そうなんだな、まあ、まあ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 ええ、まあ、やってみましょう、はい、ね、もしスケジュール合わせて取れへんかったりしたらためとけええねんから。ああそっか、もしもね、うん、なんかあるかもしれないから。いや、そっか、前じゃんほんまに笑ってるけど誰がいつ死ぬか分からへんで。いやほんとそんな感じ。いや、いやもう俺なんかそれは乗りたくないもんだって、俺本当に怖いから。実際の話になっちゃうからもうやめよう、まあね、肘ガンガン当てんといてくれ。え、何ですか、肘をガンガン当てんといてくれ。ああごめんなさい、音が入るから。すいませんすいません、よし終わり OK ですか、じゃあ、はい、じゃあまたこれ、いや止めんでいい、このままでいい、あ、このままでいいですね、わかりました、だから行きましょうよ、はい。